モンスター飲んでおります。キウイ味かな、これ好きなんですよ。はい、甘味料0キロカロリー、これを飲んででもとりあえずケトン体は全然出ますということです。はいはい、10時になりました。昨日は夕方の6時にもう食べてるんで、これで16時間断食という感じですね。まあざっくりなんですけど、はい。でこの食材たちですよ、これは3種類のご飯を作ります。ご飯つうかご飯とお菓子2つ2種類作る感じですね。これは豚バラのやつです。こちらがコストコで買ってきたチーズ1枚100キロカロリーぐらいあるやつですね。はい、これとアボカド半分、うん、で、まあ、ピーナッツバターとかカッテージチーズとか、クリームチーズ使いながらね、そう、あとはくるみ、うん、を使います。くるみは 50g 使いますね。オリーブオイルもちょっと忘れてた。わかめ、これで 5g ぐらいです。わかめ多く取るようにしたらちょっとうんこの出が良くなったんで。肉塩、糖質量が 1g です。あ、ちなみに生クリームは 0.5 ぐらいかな。これはお好みに合わせて。で、ピュアココアは 5g ぐらいかな。糖質量 1g。 これは美味しくなるからね、どうしても欲しいんですよね。そしてくるみは 100g 中 4g ぐらいの糖質量なんですよね。これで 50g、 10ml 合ってるか。ちなみにこれは、切れてるチーズです。これ1枚あたり炭水化物 0.1g です。はい、ということでできました。めちゃくちゃ美味しそうでしょ。やばいでしょこれ。ちなみにこれはね、こんな感じですごいんですよ。お、誰か来た。ちょっと待ってください。ケトジェニックってあんまり甘味料とか使わない方がいいって言ってる人いますけど、俺はめちゃめちゃ使いたい派。甘いのはだって食べたいですもん。これがむちゃくちゃ美味しいんです。はい、出来上がりで、カッテージチーズも混ぜちゃいましょうか。これね、クリームチーズも一緒ですから。これがまたね、すごいんですよ。いつものカッテージチーズとは違った、美味しさ、滑らか具合がもちろん違う。うん、多分ね、美味しさは倍増してる。うん、まあカロリーも爆上がりしてますけどね。はい、ブランパンとかに挟みたいんだけど、ブランパンは糖質量がちょっと多いからね、今のケトジニックだとね。だから使いません。もう脂質だらけですよ。もうね、 75% ぐらいかな、今のところで言うと。それぐらいの脂質具合です。脂質はむちゃくちゃ旨味調味料ですから、旨味調味料食べますよ。むちゃくちゃうまい。はい、そんな感じでこれを食べてからお昼寝するという感じになります。お昼寝前に 95% チョコレートを6個食べます。糖質が1個 0.1g ということですね。はい、
山本義則先生見てます。めっちゃかっこいい。結構人生ってそういうとこあるじゃん。はい、今日はちょっと遅くなりました。もう9時過ぎてますね。9時半ぐらいかな、練習終わってエスプラスでライブ放送をしてきて、その帰りで、声優行って買ってきました。サーモンですよ、油が多いところと、あと豚バラ効率的に脂質取れますからね。で、これうちのトレーナーのリュータがねくれたの。コストコで買ってきたやつですっつって、クリームチーズだから、カッテージチーズ半分残ってるんで、これと混ぜてね食べよっかなと。で、マヨネーズとゆで卵。はい、ちょっとこれゆで卵だけ最初食べちゃわないとね。じゃあちょっとこれ調理していきます。油飛ぶから蓋閉める。おー、油が、いやー戻す、わかめを戻すか、油で。次はハーブミックスを使います。はい、できました。ケトってやっぱこんな感じになるよね。色がめちゃ簡素な感じになる。すごいでしょこれ、見て、あー美味しそう。このサーモンやばいでしょ。あー美味しそう。わさびに少しだけ糖質が含まれてるだろうけど、こんな少しだったらまあほぼないでしょう。おーい、うまい、半端ない。ここの部分食べましょうか。いらん、ほら、うわやべ、あー白い、こんなに。うまい。ちょっと豚バラいきますよ。豚バラハーブ塩炒め。ちょっとまだわかめが硬えな。この油でわかめを戻すというね、荒技を使ってますよ。うわ、豚バラすんごいからね、油がね、もう舌に溜まりまくり。うまい。本当はこういうふうに甘いものを途中で挟んだりはしないんですけど、リュウタにもらったクリームチーズ味見ちょっとね今してるところをお見せしたかったんで、あ、すんごいいい感じですよ。ラカントとカッテージチーズとクリームチーズとステビアの甘味料ちょこっとだけ。すごい滑らかなんだけど、多分あのコストコのやつすっげえ滑らかなんだ。なんかちょっと色も違ったんすよね。うん、ちょっと黄色っぽい感じでさ、うまっ。ということで今回ケトジェニックのフル食ということで、送ってきたわけですけど、4000キロカロリーは超えてますね。だいたいなんだろうな、ここ今俺2週間ぐらいケトジェニックやってるんですけど、がっつり超えてますね。4000キロカロリーぐらいはだいたい超えるかな。まあ少なかったら3000キロカロリー台になりますけど、でもやっぱ、なんだろう、体重増えないっていうか、なんか体脂肪になってない感じがあるわ。やっぱ糖質を限りなくカットすることによってケトーシスになって、それが蓄積されなくなってる感じがする。だからカロリー神話は何か、私は崩壊というかね、脂質、このケトジェニックに限っては、まあちょっと違う感じになるかなと思いますよ。じゃあ全部で3週間から4週間ぐらい続けていくつもりなんですけど、どんな感じになったのかデータとか残すんで、それもまたねアップしていきたいと思います。はい、
こんな感じで、ケトジェニックのフル食でした。さよなら。